今回のテーマは東小屋湖。ゆっくり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 みんなが焦ってる。それめっけ自然いっぱい塩屋町の湖には意外と知らない発見が。2人でめっけを探し歩く知的旅番組、U字工事の旅発見。ゆじこじです。さあもうね、はい、ほら新生活の、うん、季節ですよ。そうですね、そういった感じのメッケはありますか？お前誰だよ本当にください。まあ、新生活というか逆にその送り出す方の式典なんかもちょっと前にあったんですけど、はいはい、我々母校の大田原高校の予選会っていうのにちょっと呼んでもらいました。まあそうね、あそこで俺らもさ教室で漫才始まったとこからスタートしてるからね、うん、不思議な感じになって、そう、あれほどの緊張ないぐらい緊張して、そんなに、うん、序盤もう何喋っていいか分かんないぐらいだったもん。受けもね、なんだろう、自分で言うのも恥ずかしいけどそこまで受けてなかったですね。サプライズ登場で、うん、で出てって多分おーでうわーって受けるのがね一番理想だったんですけど、うん、出てったら向こうもおあれみたいになってで俺らもおどどう入ってってぎこちなくこの年になるとあんまり新生活ってあんまそんなに変わんないもんね。なんか変わる？だかまあ子供一貫ね、それで一体見ればいろいろあるかもしれないけど、そのちっちゃい子上娘大学生だからね。早いな。だから同世代はさもうみんなさほら小学校とか幼稚園とかで何か買うとかでしょ、うん、大学生とか、うん、社会人が着るようなスーツ買うんだよ。へー、ちょっと1個上行ってんだよ。それ思ったね、会話しててみんなと、いろいろありますね。まあいろいろね、お互い頑張っていきましょうということで、新生活ということで今日はね、ええ、まあこれ塩屋すごいね、自然が東小屋湖、お初めてですね、我々ね、ここ来たの初めてですね、うん、ということで発見の旅へ。今回ご案内いただくのは、地元で林業を営みながら東小屋湖の魅力を広げる活動をされている君島さんです。生まれは佐野なんですけど、はい、でまあ、向こう養子でここに嫁ぎまして、で今日今で大体約30年ぐらい、はい、経つんですけど、ここで癒しを提供したいというか、うーん、自然なん で、はい、で釣りもできてキャンプもできてっていうところなんで、今の時代にすごく合ってる感じしますね。ソロキャンプとかやってるし、ね、焚き火なんかもみんな好きな人多いじゃないですか、はい、東小屋湖ってどういった歴史があるんですか？昭和の43年頃ですから、40年ちょっとぐらいにここがダム湖になりまして、はい、昔はここ湖じゃなくて、この下に田んぼがあったり、昔はなんかあの辺に学校も分校みたいのがあったっていうふうにも聞きますね。はい、それが下にダムがあるんですけど、はい、そこでせき止められてこういう湖ができて、じゃあ人工的に作られたんですね。そうですね、こう若い頃私もよくやったんですけど、その時は結構やっぱりゴミが多かったんですよね。ね、鬼怒川漁協さんが何ですかね、釣りの大会をやった時にゴミを持っていくと、はい、それであのエントリーのなんていうんですか、その釣りの大会のエントリーができるみたいな。ああ、じゃあ頑張ってゴミ拾いをして集めて、それを持ってってエントリー費用を浮かせるっていう。一袋持ってって持ってきたよっつって、それでエントリーで。ああ、いいっすね。そしたらね、そういうこともいろいろやってくれたり、あの丁寧にこう草刈ってくれたりして、今は本当この手の通りきれいになってますね。いや、きれいですね。そう、アイデアって大事ですね。そうですね。そんな美しい湖は3月5日に解禁を迎え、多くの釣り客が訪れています。この日は解禁日の前でしたが、漁協の方のご協力を得て特別に人気のルアーフィッシングを体験させていただきました。あ、大丈夫です。俺は今釣りをやってますかね。こうやって戻しながら普通に巻いてと一通りやり方を教わったところで、ここで塩屋町の観光課平石さんが東小屋湖の釣り情報を教えてくれますよ。
じゃあ船とかもありましたけど、はい、船乗ってみんな釣ったりもするんですか？そうですね、皆さん借りられる方は借りて湖の中の方から釣る方もいらっしゃいますし、あとこういう、まあ、今やってもらってるみたいに丘の方でも釣ってもらうっていう形になってますね。いろんなスタイルで。はい、そうですね。釣り方はルアー？ルアーとフライフィッシング。フライっていうのはそこピッ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 、もう勝手に我々ボンボン始まっちゃって、はい、あれ今俺ら何が釣れんすかね結局。あ、ここはですね、はい、今ですねマスとヘラと、はい、ワカサギとが釣れます。へえ。マスについては60センチから70センチぐらいの大きいでかいのを今放流してると。あ、そう。じゃああいつは今何がかかるかわからないで釣ってるわけだね。頑張って何かを釣ろうと。そうですね、話も聞かないでずっと何か釣れんだろうっつってがむしゃらに投げてもらってます。いやいや、4月になれば今度はまたもっと大きいスーパーレインボートラウトっていうのを放す予定になっているので、4月と10月ですね。それは楽しみですね、はい、でも食べられる魚なんですね。全部食べられる魚です。食べる楽しみの人が多いんですか？やっぱ釣る楽しみ。釣る楽しみ。大きいのを釣りたい。簡単に釣れますのがまたいいですね。また他みたいに簡単だと面白くないじゃないですか、はい、釣るみたい。ほとんど難しいですもんね。今熱中してもくれてますもんね。だ本当に好きな人はね、こういうのがね、うん、この目の前が本当にリアルな山ですもんね。山ですね、はい、氷も張ってるので。氷張ってるのが、そう、あれ氷張ってるんですよ、あれ、はい、今割ってますね。割ってんすか？割ってます。この間までは、そう、あっちの下までありましたね。そう、解禁日に向けて今、あの金川漁協組合の職員の方々は、そうそう、漁協さんが一生懸命割ってくれてる、今一生懸命割ってくれてるところですね。これめっけですね、解禁に向けて氷割ってるって。割ってます。それでは益子くんも大物を狙って行ってみましょう、はい、したらば、そのフケを、糸をまっすぐしちゃって、はい、そうですね。おお、来た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 、あ、バレた、くそー、あー、くそー。今来たっぺや、俺来ましたよね。今来た。引きが弱かったんですかね。魚だと食いのタイミングですよ。ああ、うん、俺来たんで、ちょっとリアクションもらっていいですか。来た、分かった、本当に分かったよ。本当こいつ微動だにしないですよ、俺来たっつったのに。びっくりともしないもん、見ようともしない。恐ろしいですね、マジで。恐ろしいですよ、この共演者と。そんな恐ろしい共演者にも、来た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 、タモ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 、これ巻いた方がいいですか？巻いた方がいいです、巻いた方がいいです。ゆっくりゆっくり。あジージー何やってんだよ。惜しい。今の惜しかった、目の前まで来てた。ですね、さっきのね、一匹釣ってる終わったのにね。テレビ的に釣らないと終われないのが釣りロケの宿命。釣れるとこ見したいですね。一匹釣ったらかけたんだけどな、釣れちゃった。魚マジ空気読めよ、本当に魚魚空気読め、マジで本当にマジで。あ、目の前で跳ねてる。あそこにいますね。面白いな、これ釣れそうだな。あっち釣れそうです。いつでも準備出してます。ゆっくり。お、なんか見えてたの、魚影が、ほら来た。結構でかいんじゃない？高いよね。あ、ちょっと待て。やばい。戻してください。釣ったぞ。あ、大丈夫、じゃあ話しますよ。はいはい、でげえ。まあまあ、いいサイズ。でげえ。いいサイズですね。いいサイズですね。釣れた釣れた、でげえ。マスなんですか、これで。ね、おー、すげえ。地元の方はまだ釣れてないですか？これ地元じゃねえよ。地元が、いやいや、そこでずっと話しないですって言ったから。釣りてえな。地元の方と思ったんですけど。あ、でかいっすね。と言ってる間に福田くんにも、あんまり力入れない方がいいですよ。やった。静かに。あ、これ写真撮っていいですか？写真押してもらっていいですか？静かに。おー、やったー。
危ねえ、釣ったこれ取ります、ね、おー、俺のもできるんじゃないか、タクロ。あ、本当だおいおい取れました、もう一枚いいです。全然二人でやってる意味がない。あったかいマイペース。あ、釣れました。パンパクだな。でかくない？あれから35分か。でかい、でかい。いや、いや、いや、俺も本当にあったよ。面白い、面白いね。だ、科学からいいね、ちょうどいい、あれで。いや、面白かったです。あー、興奮した。二人に釣ってもらって一安心しました。なんか気ぃ使わなくてよかったですね。よかったっす、気ぃ使わなくて。気ぃ使わせてしまった。よかったっす、よかったっす。楽しんだ。さらに東小屋湖にはこんな楽しみ方がありますよ。あそこ湖でもうここにテント張ったりしていいんですね。そうですね、ここがもう町営のキャンプ場になってるんで。そうなんだ。今はもうポツポツテント3張4張そうですね、結構平日でもお客さんいらっしゃってて。土日はもう結構いっぱいになっちゃうんで。そんな人気あるんですか、はい、キャンプだけで来る人もいるし、釣りもやる人もいるし、はい、満喫だな大自然。楽しそう。あ、なんかそんなキャンプ場の向かいにあるのが君島さんのお宅です。これは農家さんの中でもかなり立派な方のもんですよね。まあどうなんですかね、わかんないですけどね、はい、こんな感じで薪を並べて。おお、はい、かっけえ、はい、綺麗に待ってますね、今焚き火台を使うんで、はい、そこにこう入る長さに大体サイズにして。そうですね、そのぐらいでうちはやってます、はい、針葉樹と広葉樹で違うんですか、はい、そうですね、針葉樹はどちらかというとこう火が炎が上がるっていうか、はい、で早く燃えるんですよね。だからどっちかというと焚き付けに使ったり、はい、あとは調理をするのはこっちを使ったりする。火力重視。そうですね、メッケ。で広葉樹は持ちがいいんですよね、長持ちさせるっていう。しんどかった、メッケだな。薪ストーブなんかやられる方はこっちの広葉樹を使ってやらないと、逆にこっちは燃えるのが早いんで。あ、そう、何回も薪をくべなくちゃいけないんで、はいはい、まあ、それを皆さん多分いろいろ使い分けて考えながら、そこで楽しむんだ。そうですね、あれ看板出てますけど、長屋。そうですね、ちょっと長屋ベースっていうのは息子がちょっと名前つけてこんな感じで、ちょっとここでちょっとしたショップをやってるんで。え、こっちですか。あ、おしゃれなお店になってる。あ、空間了承。失礼します。お邪魔します。失礼します。すごいおしゃれ空間。奥さんだって。お上品な。ねえ、2人ともスラッとしたね。スラッとしてて、本当にモデルの2人は結婚したの。いやいやいや、そうだと思います。無人で全部ここは販売してまして、はい、ゆくゆくは店番つけてかもしれないですけど、はいはい、なんとか無人で。うちでそこにあった薪を使って焙煎したコーヒーをここで売ってます。美味しそう、薪使って焙煎って。で一応この、なんですかね、鹿とトンビと、マス。あ、本当だ。そうですね、これが鹿 で、ね、デアーブレンド東小屋に併設する鹿、はい、鹿ディアーですね。いや、うるさいよ。ディアーっつった俺。ディアーっつった。ディアー、うちのお父さんの言い方だ。ディアー、それうちのお父さん。あれ、ゆずこじの DVD はどうやったかいいんだろう。DVD はよって言ってんの。東小屋にいるその生き物をモチーフとして。かっこいいですね、デザインのあれが、絵が。かっこいい。誰描いたんですか、デザイナーに。息子がいろいろやって。すげえな、息子さん。あ、これ地の名産品。あ、そうですね、はい、直売所っていう感じで。あ、置いて。そうですね、置いていただいてここで販売するっていう。一応まあ土日限定でちょっとやろうかなと思ってます。野菜は。そうですね、はい、あ、土日限定で、はい、あれ、この方、あれ、先週の放送で会いましたよ。会いました。ノーチューバー八木沢さん。ノーチューバーの、ね、ノーチューバー、緑色の人ですね。そう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 。あ、話のよく知ってるんですか。あの、よく交流でいろいろ話してて、やってましたね。素敵な空間ですね。なんか昔はこう寺子屋かなんかになってて、あ、そうなんですか。そうですね、なんか文庫みたい感じで、なんかここで、まあ、山の中なんで、まあ、ここを使ってなんかやってたっていうのを聞いてますね。気分リフレッシュできそうですね。でここもなんかそのうちテレワークとか、はい、なんかそういうので貸し出したりとか、そうですね、私はちょっと 前までは前の会社の時はここでテレワークやってたりもしたんですけど。ああ、はいはいはい、はい、で佐野の方と塩屋の方はどこで出会ったんですか。ちょっと小山で、小山の方で。小山で、小山の、はい、会社の寮に。あ、寮にいて、はい、あ、寮で結婚してしまう。ここからは通えなかったんで。とあのバレーボールの方をやってます。バレーやったんすか。奥様ですか。はい、運動神経いいっすね。良さそう。お母さんで野球やさそう。同じボールで。そうですね。大きさは違います。大きさは違いますけどね。それで言ったら結構いろんなところで共通点が出るやん。奇
奇跡の出会いですね。野球とバレーなんてなかなかないことだから奇跡の出会いですね。ボールが繋いだ。そんな素敵な空間でこちらの自慢のコーヒーをいただきブレイクタイム。あ、美味しい。今結構酸味のあるやつ人気ですけど、これは僕酸味よりも甘みを感じて美味しく感じたんです。合ってますか？そうですね。あ、よかった。はい。美味しい。うん、楽しく。一応コーヒーコーディネーターの資格を取ってる。あ、そうなんですか。そうですか。こういうのを旦那さんが林業やるっていうのはもう大さ嬉しい感じです。そうですね。もう薪の方も忙しくなってきたので。たまに私の方が本当はもっと詳しいのにとか思ってきた。そうだったな、私と、ね、私が揃ってない、ね、違うのになとか思ってないですか？大丈夫ですか？大丈夫。あ、大丈夫です。美味しいね、自然で遊んだ後に美味しいコーヒー飲める空間ってなかなかよそでね見たことないからね、農中がバックにさ、ね、なかなかないから癒されますよね。塩屋町の東小屋湖で発見の旅、続いて君島さんがご案内してくれた場所は、これ東小屋も凍ってますね。これ本当だ、すげえ景色だよ、うん、そうですね、結構今年は寒かったんで、はい、かなり凍ってますね。でこの凍ってるところと凍ってないところね、水面見えるところすげえ神秘的じゃないですか、うん、ですね、これ結構上から見ると魚がいるとよく見えるんですよね。あ、水の底も見えるよ、続々する、すげえな、こんな景色ねえぞな。朝来るとここでもうカメラマンがもう並んで大体 5,6 人ぐらいは常にいますね。冬は凍ってなければここも全部あの解禁になると釣り客の方でいっぱいになるんですよね。そんな絶景スポットのすぐそばにあるのが、ちょっとうちのキャンプ場になります。ブッシュクラフトベース、はい、あっちもキャンプ場ありましたけど、そうですね、あちらは町営でここはちょっと今年からうちがちょっとやりだしたキャンプ場になります、はい、こっちはある意味山をそのまま残して、だからもうよりリアリティ求めてる人はこっち、そうですね、ちょっと家族とかいて、まあ、そうですね、ね、はい、なんとかっていう人は向こう、はい、そうですね、本当に野営が好きな人はこっちっていう感じですね。だから何もないんで本当に、じゃあベテランのキャンパーとかなんかこっちを望むんですね。ちょっと初心者だと結構落ち葉とかもあるんで、じゃあ常連さんなんかもう自分らの隠れ家っていう感じで、そうですね、区画とかもちょっと最初作ろうとしてたんですけど、あの逆に作らないでくれって言われて、もうこのままでいいからって今言われてるんで、まあ、そんなスタイルでやっていこうかな。これでリアルな自然でありてんな、はい、隠れ家で水が流れてる。そうですね、ここは水が、ここはちょっと今一番人気のところで、この沢の音がちょろちょろと、心地よい音が、はい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 、抜群の自然感ですね、ここは。そうですね、本当に耳を澄ますとこのせせらぎの音がたまらないです、うん、みたいですね。そこが一応シェルターと呼んでるところなんですけど、なんすかシェルター、ここはあのここによく来るキャンパーの方がこの辺にある木を集めて丸太を組んで作ったシェルターです、はい、お客さんが、すげえ、すげえなこれ、作れるんだこんなすごいの、全部一人でやってましたね。一人で、はい、好きですね。じゃあこれ引いていて、そうですね、面白そう、座ってください。ありがとうございます。あ、ね、君これ何ですか、これ。こちらがフェザースティックっていうものになります。着火するときに、こう使って細かくすると燃えやすくなって、燃えそう、ちょっとやってみます。あ、見たい。きちっとさ、こういうほら防火シート、これなんていうんですか、これ、焚き火シートみたいの、スパッタシートって言ってね、燃え移らないように、はいはいはい、よく山火事最近流行ってるっていうのがね、はいはい、でこれやって、おお、あ、やっぱりフラワー、このフラワーよく燃えるわ、着火率いいっすね。なんかすいません、なんかこれトラさんみたいでいいおこしもですよね。本当ですね、すいません、おめえらでやりよって話ですよ、普通そうだよな、体験、テレビだった方だよな、うん、体験でこれこうやるんですかっつってちょっと見本見してもらってやるとかな全部やった黙々とみたいな質問だけして、これは誰が作ってるんですか。火をつけるのって結構大変っていうのもあって、でこういう風に皆さんで次じゃあキャンプするときにぜひ使ってねっていうので、次よろしくねみたいな感じで綺麗にしてこうねっていうので、ウェルカムフェザースティックみたいな感じで呼ばれてるものです。前に先生が作って置いてってくれるんですか。あ、そうです、はい、でこう使ったらまたこうやって、うん、そうです、これで置いてきた、死んなかった、めっけフェザースティック死んなかったな、そんな、これで火つけるんですか、2はもしかして火打ち石みたいな。本当に通の人は多分もうバチンバチンってやつですけど、多分これでも分かんないですけど、つかないか、お前なんかどっかでやったよね、北朝鮮に、お前やったよな、どっかでなって結構最近の話だから前や
多分1ヶ月したらあれなんかキャンプどっからやったよなって言ってるかもしれない。いろいろ試しに好きだもんな、はい、桜でもいろいろいろんな種類の薪があるんで、ちょっと俺のために火もしてくる。これすげえ乾いてる、はい、やっぱ薪に乾燥させてるからこんだけいい。そうですね、うちは一本一本こう手で干して天日干しで乾かしてるんで、はい、家族でこうみんなで、マジっすか、お風呂とかも一緒に。大変っすね、まあ、手間暇はかけてやってます。ああ、じゃあやっぱいい薪なんだ。な、割ってそのままじゃないんですね。ちゃんと干して、ちゃんと燃えやすくするように。吸、ね、はい、ったさっきの魚ね。魚とかやったらローテーションの。大津には行かないですね、あれは。ね、ちゃんと内臓を取って。でもここは火加減なんか難しい。難しいね、もうボッてやってさ、でもそれはそれで美味しくなんじゃないの、きっと。うん、音が、うん。燃えてる音がする。うん、これ以上増やすとなんかお焚き上げみたいになってきます。そうっすね、お前がそこに座ってるから。正直田舎帰って、俺の妹の旦那さんが茨城なんですけど、こういうの好きで、こういうの持ってきて、薪もさ、ホームセンターで薪買ってきて、ずっとこう見てたんだ。そしたらパチン飛んでよ。ここに穴開いたんだ俺、取れない取れない。あ、それお気に入りだったってやつ。お気に入り取れない、バカだよ。あれ、何もこれやつって、これ俺、その今飛んだんだよ、それ、そうやってほんで穴開いたの、こっちまで取れないと、下のヒートテックまで。しかし君に怒んなかったの。しかし君に怒りやすいんだけどさ、飲んだえタグニーとか言ってさだから今ちょっとパチンってくるのが恐怖症だもんだって。そうそう、うん、あったかいっすね。でもすごい時間あってくる、あったかいっすね。火がね、あったかいっすね。いいな、うん、これあるとやっぱ違いますね、保温性が。こっちに来るんだよね。そう、うち開いてても結構ここであったかいっすよね。はい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 。おお、ほら、くっかんなくっかんな、焚き火や。危ねえな、誰のせいにもできねえから、うん、な。いや、やっぱりいいね、こういうとこでなんかやっぱり滝見てね、自然がより自然だからさ、逆にあまりいじらすぎず、なるべく自然を残しつつ、でキャンパーの人に来てもらって、まあ、いろいろ、まあ、森をきれいにしてもらって、でお互い、まあ、ウィンウィンの関係を築けていけたらなと思ってるんで、東京の人ってやっぱ栃木でキャンプ場さ、やっぱナスとかそっちのイメージはどうしてもついてますけど、塩屋、ね、っても知ってほしいですね。あ、そうですね、別件に来てほしいですね、なかなかこうね、湖があってキャンプ場があって ね、こう魚釣りができてって、結構コンパクトにまとまってるじゃないですか。そうですね、なんで結構いいところだと思ってるんで。そうですね、しかも人工的になって自然の形で残ってるんですもんね。それがすげえよな、ね、よりリアリティ求める方はね、すごくおすすめですね、これ。じゃあこれからも、じゃあ頑張ってやってください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかメッキは個人的なあります、嬉しいメッキありましたね。嬉しい、もうちょこっと言ってっけどね、金島さんが、足利工業高校で3年生の野球部だった時野球部だった。1年生に今ベイスターズのコーチやってる石井拓郎選手が入ってきて、で、とんと金島さんエースだったらしいんですけど、はい、拓郎さんの投球見たら、思うのお前が投げてくれるそれぐらいもうすごかったらしいですよ。1年生エースですって。この話で30分いきます、1本。そうですね、ぜひ。ねえ、で、息子さんが、長男坊が、宇都宮商業で甲子園行ってますから。いやいや、たまたま。弟さんもね、今ここにいますけども、一緒野球やってね、学大球で監督もやられたそうです。そうですね、息子さんをビシビシやったらしいですね。原光さんばりにバリバリやってるらしいですね。奥さんにちょっと注意されたらしいですね。そうですね聞きすぎだよ。あ、すいません、ペユーメッケがありました。はい、というわけで本当に今回も知らないことばっかりでごめんね、ごめんね。またお会いしましょう。まあ気を出そうでしょ。東小屋湖はダム建設時にできた湖で、漁協の方々や地元の方々によって美しい姿が保たれ、釣り人やキャンパーが自然の魅力を気軽に満喫できる、癒しと楽しさがいっぱいのすごい場所でした。U字工事の旅発見、次回は三軒郷。ナマズです。リアルですね。絶対うまいもんな、定置の方が。お楽しみに。釣れてよかったですよ、ちょうど1匹ですね。いや、そうですね。
付き添いの役所の人が一番喜ぶんだね。釣ってくれてよかったよかった釣れてこれで PR になるって言って2軍で来たんだだけど2回ぐらいバラしてるからまだ来たとか言うと狼少年みたいになっから静かにしてたら後ろから来たぞ来てるぞって言ってくれたからあった来てるんだなってことで続いてたんですねいやーこれいい